ダーツライブオフィシャルプレイヤーの小野啓太です。今回私の紹介するテーマはリリースはダーツを話すようにです。そうですね、僕はもうダーツを話すようにイメージしてリリースしてるんですけれど、どうしても腕の振り と、手首の返しと話すタイミングで、まあ、3点がどうしてもやっぱりこうダートの中、僕の中でやっぱりリリースをするにあたってとても大事なポイントっていうのがあるんですけれど、それをやっぱマッチさせることがやっぱこうダーツ上達に一番つながっていく。僕はもうその3点が一致した時っていうのはダーツのイメージがすごいよく飛んでると思うので、そこのところを意識してやっぱ練習してもらうのが一番いいのかなと思ってます。僕はクローズドスタンスです、右足が9の、まあ、左足が1ぐらいですね。先にちょっとダーツマシンを見て、まあ、自分の立つ位置を決めてから、まあ、スローラインに入るようにはしてます。そうですね、まあ、一番最初はもう本当何の根拠もなく、まあ、本当その始めたところのお店でうまかった人が左から投げてたからっていうところから始まって、まあ、左側から投げるのがもう自分の中で当たり前のような感覚になってたんで、真ん中から投げたりもちょっとやったりしたんですけど、同じように構えるっていう意味では、まあ、一番自分には合ってるのかなと思って今もずっとそのスタンスでやってます。